慶州は、李氏朝鮮の第二十代国王。意味川遥か。字は、輝き随。祝葬の長男であり、父の祝葬は、彼の誕生を非常に喜んだとされ、即室の子にもかかわらず三歳の時に精神になり、直国王の座を約束された。慶州は、非常に聡明で、進化の意表をつく質問が多かった。また、書道の造形が深かった。 しかし、1694年に、母が中殿から貧の位に降格され、1701年に軽視したことにより、自分の立場も思い知らされることになる。それは、父、畜生の礼遇であった。それにより彼は憂鬱症になってしまったという。1720年、不王の死により即位する。彼の知性は老論派が権力を握っていた。そのため、 ローロンの指示を受けたイボテイノノベ君が1721年に養党とになった。これは、慶州自身に子がなく、また健康的な理由から子が望めないという背景もあった。しかしローロンが養党とによる代理調整を主張すると、金一鏡はローロンを弾劾し、ローロン4大臣が流刑に処された。1722年に、 僕とラリュウが、慶州を殺害しようと計画したと告げたことから、老ロ論ロは没落した。これにより、小論が権力を握ることになった。千意要と小論は王族を養子に迎えて述べ、君を取り除こうと企てたが、その前に、慶州が急死して失敗した。一説によれば、当時の医学で総国とされた、カニビシオと柿を食べ、述べ君が、 医師の反対にもかかわらず三茶を薬として使ったといい、慶州は老論派の両班によって暗殺されたとも言われている。ン三十五細胞打つ。療はソウル城北育石区主導にある医療。ありがとうございます。